マノッチです。よろしくお願いします。ときめもやっていきましょう。すまん、今日も取りだめだ。言い訳させて。雪やべえんだってマッチやべえから、雪が。本当に雪かきに追われてんだよね。前々回のコメントを読んでいきましょう。シャープ11ですね。キラリちゃんが出てきた回だね。動画のタイトルはときめもツインテールの嫁候補かわいいですってやつ。はい。ちょくちょくなんか秘書の回復を忘れてたらしいんですよね。忘れてるつもりがなかったんだよ。だからもう完全忘れてんだろうね。ありがとうございます。気をつけるわこれは本当に。最強秘書イベントっていうのが始まったら必ず各球団の本拠地がある都道府県に行ってくださいと。そうじゃないと見失いますと。意味がわからない。だから多分そういうことができるようになるんだろうね、各都道府県に行くっていうことが。あとリハビリ施設のレベルは100を超えないと点々点丸。めっちゃ怖い。あげるわすごく怖いからあげるわ。あとね、ツインテール魔の血嫌いそうとか、あとコメントくれた方が嫌いとか、その男性にこびる感じが嫌だみたいな。これ、ね、男性にこびる感じがね嫌いっていうのはね、もうモテるんだろうね。このコメントくれた方はモテない男子の俺からすれば、こびられた時点で好きってなっちゃうなっちゃう。はい、よしやってみましょう。何やんだっけ。あ、そう、あのドラフトね、俺ちょっとやりたいことあって、いいピッチャー取りたい。で、あの交渉に今年も自らの足で行く。2年連続で失敗してっから、今年はいけるべと。なんだってうち5位だからね、最下位ではなくなってっから。はい、なんとか42、3億いってほしいな。その状態で30億集金してもらいたい。はい、リハビリ施設100、大変だな。まだ42だぜ。教育、はい、はい、うん、はい、はい、お、いやードラフトな、もう絶対ピッチャーだよな、欲しいよな。先生がフリーなんだよね。先生に何やらせるかだな。ファンサービス？いや待てよ、何かあるぞ、何かある。こっちだ。お休みかな。はい、最強秘書イベントって誰なんだろう。キラリちゃんとは違うのかな。今いるメンツの中の誰かが最強枠に入るのかな。でかい、3億でかい、さすが。はい、はい、うん、いやー、ここ街なんか来ねえかな。穴埋めしたいな。気持ち悪いんだよな、隙間が空いてんのは。
んでここで今権利契約いけるね。いきましょうか。いってらっしゃい。はい、ほい。うん、はい、19、多いな。一括でパンツ出てくれればいいんだけどな。どうしよう、球場施設行きたいけどな。リハビリ施設レベル100だろ。まあ、そっち優先かな。お、コンビニだな多分これは。面白い本、鬼滅の刃だな。BL ものですか。いや、まあってごめん、俺あんま分かんねえんだよな BL はな。やった正解だよ、正解、正解を選んだよ今俺。絶対漫画だったら漫画じゃないですみたいなこと言ってくるんだから。増えたってな。お金払いたくないから取らないよ俺。うん、ちょっと欲しいかも。ちょっと欲しいかも。大石選手欲しいかも。はい、はい、お、ここで来んのか。いくら入んだろう。いや、わかる、想像つかんな。1億は入ってほしいけど。そんなに入んないか、夢見すぎてたか。サービス、ちょっと待てよ、何かやるぞ、何かやるぞ。あ、これね。はい、ほい、はい。ん、選手育成で大事なものなんだと思いますか。攻撃力。よーし、スタメンを任せられる三塁手。はい、はい、
いやいい能力してんなこのキャッチャーなー。俺この子いらない。あーそっか、真中くんだったら交渉うまくいく形か。いやまずね、絶対にね、もうリリーフ投手ですよ。お、いやーまあ彼を先発で使えば誰かしら、あまああれだな、いや行きたいな、芝野くん行きたいな。まあ芝野くんかな。なかなか魅力的だな。芝野くんいきましょうか。これみんな多分指名し、誰かしら指名してくるでしょう。くじ引きやろうよ。いやマジでこれで誰も指名してこなかった、指名しないようになってんのかと思っちゃうね。いや2分の1でしょ、当てるよ。あ選べないんだ。いや俺も左が良かったな、絶対こっちだもん、絶対こっち。まあね、さあ、お、真中くん余ってんじゃん、行こう。真中くんの交渉はうまくいくでしょうね。え、あとなんかサードがどうのっつってたよな。余ってんじゃん、取っとくか。ファーストもできるしな、攻撃力上げちゃえば結構申し分ないで、取っとこう。さあちょっと待って、内野手だいぶ取られてんね。上島くん俺がいいって言った子だよね。いろいろ持ってんじゃん、いいじゃん、取ろう。こんなもんかな、もういらない。ちょっと上島くんは俺ちょっと期待だな、はい、しない。待って、大石選手取りたい。なんかやろうよ、そういうことやろうよ。はい、うん、これでいいよ。はい、よし、取りたいね大石選手ね。打ちくればポイントいっぱいあるからパーパーできるよ。はい、おお、今日さすがだね、この2人はさすがですな。
ってる金が。はい、自らだ、取るぞ。はい、おっ、やった。やっぱ最下位じゃねえかな、でかいなそれはな。おう、しゃねえ、お金はまあ払おう。は、まさかのこっち断られんの。はい、そっか、内野手の補強できんかったか。お、はい、よし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 、店がでかいな、穴埋めしていくぞ。違う、ほい、ほい、うわー、ここにすればよかった。ここ4つビシっていう、めっちゃ気持ちよく見れたもん。はい、いや、コンビニとかね、ちっちゃいやつが来てほしいんだよな、俺的にはね。もうないのか、はい、はい、なんかガツンと10レベルぐらい上がってくんねえかな。お、うん、いいね。はい、はい、大石選手いきます。はい、よし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 、だいぶ投手の補強できてるよ。内野手だな、なんか外野手は結構いい選手いるの、なんとなく俺も記憶にあるんだけど。そうか、はい、竹宮先生が動けるんですよね。先生に言ってもらうとどうさ、ガツンとレベル上がんないかい。ファンサービス大事。いやー、ただ待てよ、たこ焼きがあるかな、微妙なんだよな。いやー、たこ焼きがある、優秀なんだけどな。ちょっと待って、何円教育するわ、気量上げとこうぜ。んで、たこ焼きと占い師は休み。はい、なんか面白いいる？サード野手、うん、いやー高い、無理、やめる、何もいらないっす。
さあそうだね、目標はそろそろ A クラスかい？4年目。はい。なんかこの街の画面見てるとお好み焼き屋さん行きたくなるんだよな。5000人超えたからすごいね。サポートショップ優待。あ、待って、会員限定グッズプレゼントなんていいじゃん。はい。でメルカリで売られるんだよ。占ってもらおう。はい。ね、来年の運勢でしょ。いや、めっちゃドキドキする。あー、なんか微妙。なんだい、美女にモテモテ。いいね。で、何をもらったんだい。美女にモテモテのアイテムは何をもらったんだい。何やってんだい、ゆのちゃん、しっかりやれ。はい。はい。うん。そろそろ終わっときますか。俺は雪かきに戻らなきゃいけないしね。見る。いいね、ちっちゃい、いいよ、ちっちゃいのはいいよ、大歓迎。はい。気持ちいい気持ちいい、これは気持ちいいいいね、このでっかいところ埋まってくるの気持ちいいね。うん、ここ気になるな。あ、ちょっと待てよ、この3つ、ここ、ここも気持ち悪い。ここ埋めとく。うわ、とんかつやってるのもいいね。よし。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。だいぶ気持ちよくなってきたよ。じゃあ最後になんか指示だけ出して終わっときましょうか。はい。頑張れーす。はいはいはい、よし、終わりましょうか。明日とりあえずあれだね、30億引っこ抜かれてキャンプまで行けるかな、行けないかな。なんかパワーアップとかしたいですね。だいぶ投手は整ってきてはいるんじゃないでしょうか。はい。では、終わりますか。すいませんね、取りだめばっかりで。今週ひどいらしいんです。雪が。はい。終わり。さよなら。消化。